召喚弦楽のための組曲は、イーゴリ・ストラビンスキーによる、還元楽用組曲。改逆精神にあふれた小曲集である。第1番と第2番があり、それぞれ4曲から構成される。ストラビンスキー本人は1番と2番が連続して演奏されることを望んでいた。もともと第一次世界大戦中に、スイスでピアノ連弾曲として作曲された優しい商品を、 あとに、還元落用に編曲したものである。この記事では原曲についても記述する。三つの優しい商品は、1914年から1915年にかけて、スイスの某州クラランスで作曲された三曲からなる連弾曲である。低音側の奏者は非常に簡単な和音を繰り返すだけであるが、優しいのは低音側だけで、高音側は少しも優しくない。 各曲は友人に検定されている。マーチワルツポルカ演奏時間は約3分。ギガ的な音楽であり、ひどく調子外れに聞こえる。同時期の声楽曲のようなロシアの土足的要素を持たず、一見調整音楽を装っているが、特にマーチでは、火星は全く機能せずにドローンと化している。自典によると、ストラビンスキーは1915年初めに、 ローマでこの曲をディアギレフと共に弾き、ポルカについて、サーカスの親方として、ヤマタカボをかぶって、鞭を鳴らしているディアギレフを思い浮かべながら、作曲したと話した。また、ワルツは当時イギリスで有名だった、同化師のリトルティッチの肖像として作曲されたという。5つの優しい商品は、1917年に、スイスのモルジュで作曲された5曲からなる連弾曲である。 ストラビンスキーによると、長男のテオドールと長女のミカのピアノ学習用に作曲された。三つの優しい商品とは逆に、高音側が優しくなっている。アンダンテイスパニオーラバラライカナポリターナ、ギャロップ演奏時間は約9分。曲はバスク系ジリジンのパトロンであるエウヘニア・エラスリス、プジンに検定された。最初のアンダンテ以外は、 ヨーロッパ各地の舞曲のパロディとも言える内容だが、3つの優しい商品に比べるとずっと普通の音楽になっている。ストラビンスキーは米国公演から帰ったリアギレフに会うために1916年初めに初めてスペインを訪問し、スペイン文化に深く感銘した。エスパニョーラにはその影響が現れており、他にピアノラのための練習曲や、 兵士の物語の王の行進曲にもスペイン音楽の影響が見られる。ナポリターナも1917年のナポリ旅行の影響によるとされるが、この曲が完成したのは1917年2月であり、イタリア訪問より前のことだった。ギャロップについてストラビンスキーはロシア音楽としているが、倉庫にはガンカンと書いてあるという、三つの優しい商品。 5つの優しい商品の楽譜は1917年にジュネーブのアド編から出版された。両者とも1918年4月22日にローザンヌで初演された。召喚弦楽のための組曲第1番は1925年に完成した4曲からなる還元楽用組曲で5つの優しい商品の最初の4曲を編曲したものである。 曲順は変更されている。アンダンテナポリターナエスパニョーラバラライカ楽器編成は、フルートに、オーボエ、クラリネットに、ファゴットに、ホルン、トランペット、トロンボーン、チューバ、オーダイコ、弦五部。演奏時間は、約5分。召喚弦楽のための組曲第2番は4曲からなる、還元楽用組曲で、3つの優しい商品を呼び、5つの、 優しい商品の最終曲を編曲したものである。事伝によると、1921年春にパリのミュージックホールからの依頼で編曲したという。リチャード・タラス・キンによるとこのミュージックホールとは、シャンゼリゼにあった川堀劇場というロシア人経営によるキャバレーだという。ただし、実際にはそれよりずっと前から、還元落下に取り掛かっており、 完成したのが1921年ということらしい。1925年に出版された。マーチ・ワルツポルカ・ギャロップ楽器編成は第1番とほとんど同じだが、マーチにピアノが、ギャロップにピアノと第2トランペットが加わる。打楽器にはシンバル、スネアドラムが加わる。演奏時間は約7分。ストラビンスキーは、 召喚減額のための組曲以外にも編曲を行っている。3つの優しい商品に関するカテゴリー。5つの優しい商品に関するカテゴリー。ありがとうございます。